ょっと一言だけ言わせてください。よく立憲共産党立憲共産党とレッテルを貼りたがる方々いらっしゃいますが、立憲共産党という政党はこの世に存在しませんからね。ただただあるのは立憲民主党という政党と日本共産党という政党があるだけですから、時に協力したり連携したりすることもあり、時に利害の一致を見出せないこともあるだけですから、立憲共産党という政党は存在しませんから、それをちょっとこの場をお借りして、でもう一つだけ、その言葉を悪意なく意図なく故意なく使っている人に私は会ったことがない。立憲共産党という言葉を使いたがる人は分断を煽り、そしてなんだか知りませんがある種の、まあ、ちょっと侮辱という言い方が当たってるかどうか分かりませんが、嫌なんでしょう、そういう野党の協力体制ができる人ことを嫌がってる人たちがいるんでしょう。その、まあ、ある種誹謗中傷だったり、私はこの言葉を悪意故意なく使ってる人に会ったことがない。繰り返しますよ、立憲共産党という政党は存在しませんから、あるのはただ立憲民主党と日本共産党という政党がある。その政党の名前を勝手にもじったりなんだりしながら揶揄するのは、その後ろにいる何百万人何千万人という有権者への存在に対する想像力とか、そういうことに欠けた極めて失礼な態度だということを私は申し上げたいと思います。それも含めていろんなことをいろんな方が言いますから、あらゆることを謙虚に受け止めたいと思っています。小川淳也、本気で総理大臣。そうしたら総理大臣になるかもわからんで。お前や。